最近ノリ弁になぜかハマっているゆとりの問い箱です今日紹介するのはこちらマーーベルレジェンンドのブラックパンサーでございます今回の映画の『ウンダーホン』に登場するブラックパンサーではなくてですねマーベル・スタジオ・レガシー・コレクションというね、えー、謎のシリーズからのブラックパンサーということになります何が違うのかというとですね M バックのねビルドパーツが今回はなくなっておりますあとは手首パーツが増えたっていうところかなでもねティチャラヘッドがメインです めちゃくちゃこれがね素晴らしいのでこれ買っちゃったんですよねパッケージ自体もめちゃくちゃねこのイラストとかかっこいいからねコレクションしがいがありそうじゃあ開けていきましょう はい、取り出しました。ブラックパンサーでございます。僕、実はマーベル・レジェンドの実写版のブラックパンサー初めてですね。アーツとかマフィックスとかではね、出ていたんですけども、かなりね、これもこれでマッシブ感あってかっこいいですね。じゃあ、細かいとこ見ていこう。はい、マスクはこのような感じでございます。このブラックパンサーのマスクのデザインはあれですね。ブラックパンサー冒頭とシビルをキャプテンアメリカンに登場した時のスーツがベースになってると思います。このね、デザイン自体もめっちゃ めちゃくちゃかっこいいっすよね。結構モールドもたくさん入っておりまして、シルバーのラインとかも塗装されております。若干目のね、白いところがはみ出てるのが惜しいところかなと思いますね。造形周りは特段問題はなさそうですね。いや、なかなかクオリティは高いですよ。で、ボディはこんな感じでございます。このし 僕のボディがかっこいいっすよね。細かいモールドとかザラつきのようなね、スーツの質感も非常に細かいです。このシルバーの光沢感のある首飾りもめっちゃ塗装綺麗ですね。かっこいいわ。で、腕はこのような感じでマッシブ感あふれるブラックパンサーのね、腕を再現しております。造形とか塗装もこの辺問題ないでしょうね。交換用手首パーツはこのように爪を立てた状態の手首パーツが一組付属しております。で、お腹から、太もも、 足はこのような感じでございます。足もめちゃくちゃね、太ももとかが特に太いですよね。すごいわ。で、背中から見てみるとこのような感じで、やっぱり背中もかなり情報量が多いデザインしてますよね。ほぼ黒一色ながらも、こういうところが見応えあるブラックパンサーとなっております。 はい、てな感じで、マーベルレジェンドブラックパンサー、細かいところを見ていきましたと。いや、造形に関してはなんかこう、バキバキにね、筋肉質で、すげえかっこいいっすよね、これ。アレンジがね、めちゃくちゃいい方向に出てる気はしますね。質感とかもかなり好きなものなので、普通にこれはかっこいいっすね。前のスーツデザインとは言えども、結構ね、こっちの方が僕は好きだったりするので、改めてフィギュア化してくれるのは嬉しいところですかね。で、可動域見ておきますか。首の回転はある程度しますけども、 上下はね、めちゃくちゃ硬いっすよね。硬いだけで一応上とか下にも向くことはできますね。めっちゃ 硬いんですよね。で、肩の可動はこんな感じか。まあ、水平方向ぐらいかな。肩もね、硬いですね。で、回転とかロール軸もあるし、肘も曲がりますと。で、腰は見ての通りな回転ですけども、一回転しますね。前後もめちゃくちゃ広いと。で、開脚は全然問題ないでしょうね。非常に広く開かせることできます。素体自体がちょっと古めなマーベルレジェンド素体なので、全体的にも関節かなり硬いので、若干遊びにくい。いややっぱりなんやかんやブラック パンサーかっこいいですわな本当にこのね、ブラックなボディにね、輝くこのシルバーがね、たまらないですよね。いやもうエンドゲーム以降ね、活躍がもう見れないっていうのが本当に悲しいところではありますけども、新しいブラックパンサーがね、一応予告ではなんとなくあの人っぽいですけども、まだね、公式にね、ちゃんと明確には示されていないので、僕はまだ誰かなと思いながらね、映画の公開を待っておりますけども、劇中でね、どうやってね、ティチャラの死を逃 乗り越えてて新しいいブラックパンサーが誕生するののかっていうのはね非常に気になるところですね。それにしてもね、このブラックパンサーめっちゃ関節がね、硬いんですよね。じゃあちょっと指痛くなってきたんですけど、特にね、この右肩めちゃくちゃ硬くてですね、もうなんかめっちゃ力入れないと動かないですよね。何回か動かしていけば削れてくると思うので、もう少し柔らかくなると思うんですけど、ほら、どうしよう。めっちゃ硬い。戻らない。あ、やべえ。 結構異常な肩関節の硬さになってるので、丈夫なマーベルレジェンドといえども、ちょっと破損が怖いわ。 はい、比較してみましょう。こちら SH フィギュアツ、ブラックパンサー、シビル王版で、こちらがマーフィックスのブラックパンサー単独映画版でございます。いや、こうやって比較すると、やっぱりマーベルレジェンドかなりマッシブ感ありますよね。で、フィギュアツも同じようにマッシブ感あるので、まあ、この辺はなんか好みなのかなと思います。黒の質感とかは、今回マーベルレジェンド結構光沢感あって、これはこれで僕好きですね。マーフィックスはね、どちらかというと、実際のね、ティチャラのスタイルに近いので、 機中準拠はどれかと言われたらマフィックスではあるんですけどもなんかねシビルオー版のスーツってもっとねスーツではかなりムキムキなね印象があったので全然僕はこれでもね満足しておりますよいや多種多様なねブラックパンサーのフィギュアも出ておりますけども皆さんはどれが好みでしょうかねそして今回の目玉でもある付属品のティチャラのスガオヘッドでございます見てわかる通りただのスガオヘッドじゃなくてちょっとにやりとねしてるティチャラのヘッドパーツなんですよこれがね嬉しい ですよね映画見た人はご存知だと思いますけども、ワカンダの開国を宣言した後に、国連の誰かに、小国のワカンダに何ができるんだと、問われたティチャラがね、最後にこうやってニヤリとね、笑うシーンがあるんですけども、それを彷彿とさせるようなね、この表情がたまらんですよね。で、その後にね、きっとワカンダは開国されていったんでしょうね。いや、造形とかかなり良好じゃないですかね。やっぱりこっちのサイドから見ると、しっかり笑ってるのがわかりますよね。若干プリントズレがね、やっぱり 変わららずあるののののがもももっっっったいないいいいななでですすねねねねせかかくのここのこヘッドなのに、ね、造形もいいんだだ、ね、うちょっとと、ね、そこだけ頑張ってほしいところですよはい、ティチャラヘッドでございますけども、いやー、これは嬉しいですね。こんな感じでね、マスクを持つような状態もね、再現できるんですよ。あんまりこういう姿でニヤリとかはしていなかった印象ではありますけども、いや、なんかね、頭取り替えて、あの、王様のな,なんだろうな、民族衣装みたいなボディとかも欲しくなりますよね。あっちの方がしっくりきそうな 気はするいやでもねこのブラックパンサーがもう見れないっていうのはね非常に悲しいですよね今回の映画でも色々やりたかったことがあったとは思うんですけど過去を振り返らずに前進していくのが今回の映画と監督も言っていたので僕らもね前を見てわかんだフォーエバーの映画をね楽しみにしておきましょうわかんだフォーエバーのポーズやらそうと思ったんですけどもキングの筋肉がすごいのと関節が硬いのでちょっとこれが限界でしたねいやぜひともこの表情でやってみたかったんですけどねということで頭だけフィ フィギュアーツの素体に変えてみたらできましたね。めっちゃぴったしですよ、これ。まあ、乗っけてるだけなので完全に接続はしてないですけども。いや、でもサイズ感バッチシじゃないですかね。全然違和感ないと思いますよ。これは嬉しい。フィギュアーツのブラックパーサー取っといてよかったって今、心底思いましたね。これで飾るのもワンチャンありですかね。いや、めっちゃ嬉しいですね、これは。あんまりニヤリとしてるフィギュアってないですけども、マフェックスのウルバリンを持ってきました。こっちもね、ちょっとニヤってして ますからね。乱衝しているブラックパンサーとウルヴァリンでございます。まあ無理があるよね。さらばキング。安らかに。 マーベルレジェンドのマーベルスタジオレガシーコレクションのブラックパンサーでございますけどもいや非常にこのティチャラヘッドが良かったですねもうこれがメインみたいなもんなので描いて嬉しいところではありますよブラックパンサー本体自体はマッシブでちょっとね鈍い光沢感のあるようなスーツデザインとかカラーリングもねこれはこれでねかなり好きですね関節が硬いことを除けば非常に遊びがいのあるフィギュアなんじゃないかなと思います結構シルバーのね塗装もねメタリック感 強めでその辺はね気合の入った作りになってんじゃないかなと思いますそしてティチャラヘッドですよねプリントずれが若干あるのが惜しいところではありますけどもこの表情のねヘッドパーツが付属するのはかなり嬉しいところブラックパンサーファンならば確実に買 ておくべきねものかなと思いますなかなかこういう表情しているフィギュアっていうのも少ないのでかなりレアではあるんじゃないかなと思いますね僕はお勧めいたしますいや今後ね新しいブラックパンサーのフィギュアも出ると思いますのでそれとも並べてみたいですよねということで僕のチャンネルではこれ以外にもマーベルや DC のフィギュアのレビューしておりますのでぜひチャンネル登録よろしくお願いいたしますそれではユートピルシトありがとうございます